はい、どうもこんにちは、あげるでーす。というわけで今日はですね、ピック引きから指引きに、またはその逆、指引きからピック引きとかにすぐ切り替えるっていう、その方法についてお話ししてみたいと思います。これ生配信とかしてるとちょいちょい質問いただいてたので、今日はこう動画にしてみようかなって思います。つまりは曲中で一部分だけ指引きをする必要があるっていう時に、ピックどこで持ってんのっていう、そういうお話ですね。で、僕は主に3つのやり方があるかなと思っていて、1つ目はここです。これ人によって違うんだけど、結構多いんじゃないかな。僕ここのことが多いですね。中指、まあもしくは薬指のこともあるんですけど、の第一関節より先とこの付け根あたりで挟む。どっから見るの？あ、これが分かりやすいかな。こんな感じで持っています。これね、これ、はい、こんな感じに持つことが多いです。はい、これを引いてるところから、これを引いてますからのこうで、この辺の親指、人差し指、中指、これ中指でこのピック挟みながらこの弦を弾くのもやります。これ持ってる状態で、なので、こんな感じでやります。この感じだと僕3フィンガーぐらいまでで限界なんですけど、実際僕それぐらいしかやらないので、まあ別に困ってないです。一応これをね、小指で固定できたらもっといろんな指使えんのかなとも思ったけど、でももともと僕ピックをまあ本当に持ってない状態だったとしても、そんなに小指まで使わないし、薬指ギリちょっとやるか。でもいや、あんまり僕3本あれば十分ぐらいの、僕のスタイルではそうなので、中指とか薬指とかでこう固定してます。どんな時にどっちの指で固定してるのかっていうのを考えてみたんですけど、多分適当です、うん、なので、まあ、僕個人の中でもどっちか決まってないぐらいなので、皆さんもどっちか好きな指で、あ、こっちの方が安定する気がするとか適当にやってみてください。この辺に当ててる時もあれば、この辺に当ててる時もありました。なのでこの辺はちょっとお好きにやってみてくださいっていう、そんな感じですね。まあやってみてくださいっていう感じで、実際ここからこことか、逆にここからスッてここに持ってくのって結構難しいのかな。うん、ほい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 、あー、ちょちょちょ、うんね、特に戻す時ってこのいい位置、ここに一気に来ない時があるので、あー、ちちちって、この辺にょくにょくってちょっとだけこう微調整してます、そりゃ持ち替えてから。うん、なのでそれをこう演奏中にやってるって感じで、これが皆さん今すぐできるようになるかっていうと、そうでもないと思う。で、僕もこれがいきなりできたかっていうと、あんま覚えてないんだけど、そんなわけないんじゃないかなって思ってます。で、そう、さっきね、左手でやってみたんですよ。うわ、そしたらやっぱ、うん、超むずいですね。戻す時なんてすっごいむずくて、なんかいい先っちょまでいかなかったので、むずむず。なので多分慣れなんだと思います。ちなみに僕は左利きなんですね、潜在的には。なので左手の方が器用なはずなんですけど、全然できないので、やっぱり右手、これできるように自分が慣れてったんだと思います。そんな感じで、これがピックの隠し場所1箇所目でした。で、2つ目ここ加えます。これが衛生的にどうとか見栄え的にどうとか、そういうのはもう知ったこっちゃない。で、借り物のピックだとまあ大体やらないで、あとはその当然弾き語りとか歌を歌うっていうタイミングではやりません。たまに加えた後にやっべえコーラスするんだったみたいなことありますが、でもまあまああんまりやらないようにしています、そういう時はっていう感じかな。で、メリットはこの加える時とで戻す時で、どっちも手の形同じように、まあどっち向きでもいいんですけど、同じように取れば必ず同じ持ち方でピックが返ってくるっていう、これはメリットなんじゃないかなと思います。さっきのね、手の中に隠すスタイルだと、やっぱさっきも言ったけど、ちょっとコロコロってなって、そっち向きじゃない、角がこっちにないみたいなのってあるじゃないですか。でも加えて、でまた取る時も同じ指の角度みたいな、これが同じ風になってれば、さっきと同じ位置にこのとんがり先っちょが来るので、すぐ弾けるんじゃないかなと思います。僕はどんな時にどっちとかあんまり考えてない、もう適当っすね。どっちの方が早いのかな。で、やっぱ口元なのでちょっと遠いっていうデメリットありますよね、ここで弾いててっていう。絶対手がストロークのリズムから外れるよね、ここまで行かなきゃいけないからっていう、これ無理だよね。なのでそういう時はなんかまあ、まあちょっとどっちとかあんまないわっていう感じで、それがピックの置き場所1番と2番でした。最後ピックの置き場所3番、ここ
あとさ、どこでも置けばよくないですか、この譜面台とか。あと座ってるなら膝とかにも行けますね。それでいいよな。あとなんかアコギの場合ここにも行けるか、滑っちゃうかな、うん、わかんないけど、近くに置き場譜面台とかがあるならそれでいいような気がする。そう、何もなくってこう地面にこう床までこうやってしゃがむとか、さすがにそれはダセーと思うけどね。あんまり難しいこと考えなくてその辺に置いて弾けばいいんじゃないかなっていう風に思います。合間が一泊ぐらいありゃ取れる。あ、一泊じゃ厳しいかっていう、まあそんな感じ。あと僕はライブしてる時とかはこうピックホルダーを使ってます。これをこれマイクスタンドにくっつける感じですね。このままこれマイクスタンドにパコってやってマイクのこの辺につけてるっていう感じです。プロのライブとかでもなんかここにいっぱいなんかピックついてたりするじゃないですか。あれ、あそこにこうすって直すみたいなこともまあやるかな。で、あとはポケットに入れとくとか、アンプの上に置いとくとか、まあいろいろあって、そうするとね、あのライブ中どこにでもピック落っことしちゃった時とかもスッて新しいのが取れるじゃないですか。ピック1枚しか用意してないだと落っことしたピックをわざわざ絶対それを拾うためにこうしゃがまないといけないけど、ピックがこの辺に予備がいっぱいくっついてれば、あ、やべピック吹っ飛んだわっつっても慌てずスッてこっから取れるので、それはいいんじゃないかなって思います。なので僕結構ライブの時はピックをいっぱい用意してます。それこそ3月16日だったかな、うち視聴者さんのみんなと一緒にセッションやったんですね、ライブハウスで。でそれの最後に僕異常な数のピック投げたんですけど、あれってつまりアンプの上にもあったし、マイクスタンドにもあったし、ポケットにも入れといたっていうたくさんピックがあったので、それを最後にイエーイイエーイって投げたっていう、まあそんな感じです。でピック引きと指引きを瞬時に切り替える方法は以上です。でこのまあ瞬時にってのがどれぐらい瞬時になのか、まあその曲によって違ったりするよね。なのでアレンジして最初ちょっとだけこう弾かない、こうもうここ一小節は休むでピックを準備するって決めちゃってもいいし、であとこのどうしてもこのピック持つのが間に合わないっていう時は指引きストロークで一応演奏は止めないみたいなのもいいんじゃないかなと思います。例えばそうだな、じゃあこうなんかでこうじゃーんからじゃーんからこのしっかりストローク行きたいけど間に合わないみたいな時ってこう最初バーンって指で弾いておいて、でその間にこう持ち替えるみたいな、これ分かりました？今の最初のジャーンだけ爪で言ってるんですよ。まだここにある状態でこの人差し指でってやって、次の間にこれ持ち替えてっていう、これアップにするとこれちゃんと伝わるかな。感じここからっていう、厳密にそこからちゃんとピックじゃなくても別にね、音程が変わるわけじゃないじゃん、ピックと爪と、ね、なんか指とで。なのでその辺全然何でもいいんじゃないかなって思ってたりします。あとそれで言うとね、どうせちょっとだけ音色が違うぐらいなのであればなんか何でもいいかなと思っていて、遠くの離れた弦ってこのピックだと弾けないじゃないですか、4弦と2弦とかって、これを同時に弾くって無理だから指で弾きたいっていうのであれば、まあ、ピック持ったままピックと中指とかピックと薬指っていうのでもいいんじゃないかなと思います。っていう風にすればピック持ったままっていう風にすぐ入れるじゃないですか、みたいな、そういう感じのもいいんじゃないかなと思います。ちょっと今日は割愛しますが、こういうのもっと知りたいって方いたらコメントをくださいっていう感じで今日はおしまいです。ちなみにハゲるギター教室オリジナルピックはまだ販売中です。あのここら辺にあるやつですね、ピックケースと一緒にお送りしてるな、ピックケースですね、ピックケースの裏にここにサインを相変わらずした状態でお送りしています。初心者さんが使いやすいピック3枚のセットと、あとは実際僕が使ってるこういうなんかちょっと固めのやつも含んだ8枚セットっていうのと、どちらも概要欄のリンクからお買い求めくださいっていう、こんな感じで鮮やかに宣伝をこうスレッと言って今日はおしまいです。ありがとうございました。バイバイ。